日本テレビの三浦麻美アナウンサーが28日、お笑いコンビオードリーの若林正康と共に火曜日の MC を務める同局系、午前0時の森、毎週月、火曜23時59分から、に出演。25日に結婚を発表した夫で俳優の中村倫也との結婚生活について語った。三浦アナ、中村倫也との結婚生活語る、喧嘩は全くしたことない、と明かしていた三浦アナ、私もあんまり物に対して怒ったりイラッとしたりすることがそんなにないんですけど、相手はそれ以上にないので、と話すと、若林は、なんかもう完璧すぎるよね。微笑ましくもあり、しっかりしてもいる、と感心した。さらに、午前0時、ではすべてさらけ出してるので、私がぐだぐだ悩むのをご存知だと思いますけど、それを多分、中村は、もう知っているので、と話した三浦アナ、基本は自分の中で解決することが多いですけど、としつつ、悩んでいるんだろうなっていうのを察してる感じはします、と話すと、若林も終始感服の様子を見せた。若林は、察するってことですよね、としつつ、パートナーが何に怒っているかわからなくて怖い時があると告白。バル、それに対してピン芸人のタイガは、コミュニケーション取っておかないと、相手がそこが嫌だったんだとかそこで怒ってたんだっていうのを、話してみないとわかんない、とアドバイス。三浦アナも中村とは、全然時間が合わないので、そういう意味では私も一人でこうなる、落ち込む、ところありますけど、言わないとそうやってダメになっちゃうんだろうなと自分自身気をつけようと思ったりしまして、とこれからの結婚生活への決意を語った。バル、三浦アナ&中村倫也の結婚生活に反響、理想の夫婦、今回の放送に対してネット上では、仲の良さを感じます。理想の夫婦です。中村倫也完璧な男すぎる、素敵な旦那さんですね、といった声が上がっている。